はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。祝日ですが、曜日固定の我らは関係なく月曜日だろうという月曜日なのでやってまいりたいと思います。実はですね、家に来てから自分にこう苦痛を催しているんですね。もう音が思いながら若干こう、大腸あたりが痛いんですけど、まあなんとか耐えられるしいいかと思ってマイクを握っておらっしゃいます。なんか当たったかなぁ。昨日の夜は外食だったし、今日さっきパン2個食っただけだから、今日まだ朝からそれが食ってみたら、ちょっとなんもないはずなんだけどなぁと思うんだけどね。昨日の晩飯がまずかったのかね。はい、まあ映画見た帰りに食ってたんですけど、まあ何の言うのか、今ゆりキャンなんですよ。ゆりキャンにも。結局バンコーズがいっぱいの形式しか当たらなくてね、りんちゃんは当たらなかったんで、もう一回行こうかなと思ってます。はい、で、そんな中でっていうか、まあ今日はね、特にね、面白いネタなかったんでね、まあちょっと、まあ、揶揄するネタを2つほど紹介して、まあお茶を濁そうと思います。はい、1つ目はね、まあ、日本には共産党っていう党が公然と名前を持っているわけだよ。世の中的にはありえないんだけどね、まあ少なくても自由主義国家ではありえないよね。共産っていうこの2文字が入った党が世の中を公党として確保しているのがまあありえないよね。まあそれはいいんだけど、まあ認められてやってるからね、まあ信条の自由時代あるから、共産って何だろうが何だろうが制定要件を満たしている以上はしょうがない。まあいいや。で、その共産党なんだけど、実はかなり長寿でさ、はい、ついにセンチュリーを迎えてしまったよ。世紀を迎えてしまったよという状態ですね。はい、100年でございます。100年経ったんだって。で、それに続いて石井和夫氏がフォローを上げてんだけど、まあ読もうか。はい、100年続いた政党というのは世界的にもすごいことです。反戦平和でブレないだけでなく、ブレてるけどな、ジェンダー平等や気候変動など新たな分野に取り組む、姿勢こそ100年続いてきた要因なのでしょうと、市民連合運営委員の上智大学教授の中野さんが言っているというのを引用して、C さんがツイートしております。はい、まあ、上智大学ってところを教えてくれたんですけど、言いたいのはね、最後にコメントを引用した後に C さんが書いているところ、自己改革の努力を続けていきますって、このワーバードね、これだけでも飯が食えるよね。1杯か、まあ、2杯はいけないかもしれないけど、飯が食えるよ。みんなこいつって思わない？100年経ってはまあ逆にさ、冒頭の部分、吉田家中野さんが、反戦平和でブレないって言ってるじゃん。まあブレまくりなんだけど、まあね、こういろいろ発見してきたわけでありますわ。その中で、まあ別にブレたのが悪いって言わないよ。はい、医療修正をよく後を知ってましたし、はい、それからね、自己改革っていうのに関しては共産党は全くなってないかなと思います。いつまで経っても内気は内気は、いつまで経っても左右から抜けられない、いつまで経っても市民国民じゃないんだよね。はい、ね、非常にね、まあまあ、ある意味ブレないけど、ある意味ブレまくりで、そして自己改革なんていうものは全くできない。本来改革するべきところは変えない、ね、まあそこ変えちゃったらもはや共産党じゃなくなるか。そうだな、そうだね、そうだと思うので、まあいいや。で、そんな共産党さん、1世紀を迎えてハッピーバースデーな共産党さんですが、その共産党さんの本が、Amazon で、売り上げベストのナンバーワンになったそうです。おめでとうございます。はい、共産党っていうタイトルを冠した本が、まあ、もちろん政党カテゴリーだけどね、政治カテゴリーでナンバーワンだったんだって。おめでとうございます。さて、その本のタイトルはっていうところがオチでございます。はい、その本のタイトルは日本共産党、暗黒の百年史だそうであります。 笑うとこですね、ほんとね。はい、もう暗黒だそうです。100年間暗黒で真っ黒クロスケだったそうです。はい、真っ黒クロスケって言われると可愛いものを想像しますが、まあまあ、あれもまあいろいろこう裏があるらしいんですが、まあ、それはもう脇によってして、真っ黒クロスケって言われただけだったら、まあまあある程度こう平和的にジブリを見ている人たちから見れば可愛いあれを想像するでしょう。しかしその実は
暗黒のまさに黒の象徴するようなまさに真っ黒な真っ黒な暗黒史、内毛羽の暗黒史、はい、闘争の暗黒史、暴力の暗黒史、犯罪の暗黒史、ね、それが日本共産党だという話であります。はい、ね、まあ、ね、もういい加減さ、名前変えようよ、ね、名前を変えて、理念を変えて、いや、違うな、日本テロリスト投票をすればいいと思うよ。はい、それぐらいが程よいと私は思うわけであります。はい、皆さんはいかがお感じになりますでしょうか。ありがとうございます。